こんにちは、あるいはこんばんは、生体院ワンドです。本日のゲストつかメインだね、本当。本日のメインディッシュ、こちら自己紹介お願いします。はい、こんにちは、エムツヘアメイクアップの松本えり子です。よそ行きの声です。よろしくお願いします。完全よそ行きじゃん。やっぱ企業系なんでね、やっぱりそこはちょっときちんと顔、エムズの顔として出していかなきゃいけないから。ふざけらんないの。ふざけられないのよ。そうかそうか。そうなの、そうなの。でもここではちょっと素でもいいかなって思ってるんで。もともとちょっとあれでしょ、みんな、うん、どういう関係か分かってないと思うんで、多分ね、うんうんうん、元カノなんですよ。で言うよね。いや、否定をしてよ、強く。あ、そうかそうか。勘違いされるか。違うの。近く。そうだね。マテンロピラのメイク元々やって、そうですそうです、その現場で、そう知り合ったって。ずっと結構長く現場にはいて、そうそう、まあ、この風貌だから、うん、変な人いるなっていう、やっぱそこを、ね、そう、仕事ができる気配は漂ってないじゃん。ないのよ。でもいるのよ、現場に。そう、まあ、お互い様って。あ、まあ、向こうは VK だからいて当たり前だけど。で、産後休なかったんだっけ。うん、あ、そう、そう2人産んでもう終えて、はいはいはい、いよいよもうで現場復帰した頃に痩せなかったんだよね。そう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 、なかなか、てか、まあ、骨盤の緩みをちゃんとしないとだなと思ったら、うん、現場でもした方がいいよって、うん、来たらって言ったんだよ。そう言ってくれて、あ、もうやっぱそろそろちゃんとケアしなきゃなみたいな感じで。でもやった途端だもんね。いや、びっくりしたね。スタントントントンだね。そうそう、本当にそう、びっくりして、あ、すごいなっていうところ。やっぱね、美容系のとか、こう綺麗なものを見せる仕事する人が汚いっていうのはダメだから、うん、そうそうそう、やっぱこの結構見た目も営業に使ってる部分はすごくあるんで、はい、そこを結構今ケアしてもらってるっていうのはすごいあって。そう、かつやっぱこう、やっぱ顔とかの施術もすごいから、うん、やっぱヘアメイクにでもやっぱりこうメイクでできるやっぱり限界値っていうのがあるから、うん、やっぱ元を良くしたいなっていう時にはもうすぐね、そう、ちょっと誰々さん入れたけど、まあぶっちゃけそういうことです。そうね、だ、まあ、ぶっちゃけだからそこからメイちゃんとかのメイクもやってて、うん、そうメイちゃんもちょっとすごい太ってた時期だったんだよね。うん、こうなんか洗練した感じにするには、メイクでやるには、うん、多分相当疲れちゃうような場合が、多分疲れたでしょ、あれ。そうね、そう結構無茶をしなきゃいけなくなるのよ。そうでもすごい無茶ぶりしたから、それはこの後結果見てもらいたいけど。そうある種の地獄絵図になってるかな。そう、でもやっぱり元がよくっていうのはやっぱすごい重要だし、うん、院長のすごいのはやっぱその頬骨か骨も動かせるっていうのが、頬骨とかってもう諦めるしかなかった。そうね、うん、いや痩せれば肉はなくなるけど、うん、頬骨とかこのエラとか、ね、と鼻とかそういうのはもう諦めるしかなかったところを、やっぱそこをやっぱ施術してくれるっていうのはヘアメイク的にはすごいやっぱりありがたいくて、結構ヘルプミーなところね、そう多いよね。だからなんかあの髪の毛が長ければこうピタッとくっつければさ、こう頬骨のライン出ないんだけど、その下のやっぱ骨ごとグーッと変えちゃってて、で要は、まあ、M ズの秘密 あのメイクボックスって言われてる、うん、本当に状態。なんか髪で隠すことはできるんだけど、そうすると髪型に、うん、制限が出てしまって、うんうん、本当はオールバックでかっこいいが一番良かったりとかするし、はいはいはい、ライブとかだと特にあんまり隠しすぎると表現ができなかったり、まあね、汗もかけないし動けなかったり、だから元をやっぱりどんどん良くしていって、うん、もう最終的にはこうかき上げられるような、はいはいはい、そこまでやっぱ持っていきたいなって、私たちもヘアメイクで自信をつけてもらって、うん、そこでこうステージで自信をまたついていってって言ってて、うん、だんだんこうキラキラ輝くアーティストの姿を作っていくのの、はいはいはい、本当に一つのメイク道具だよね。そうですね。ね。うちのリスナーの人は松本さんがどういう仕事してるかって言うと、うん、今日もだってテレビでしょ。そう今日はモニタリング。内容がなあれだったので、モニタリング。うん、モニタリング。もう別人にするって感じ。そう、全く分かんなくして、うん、後でこう反応を見るっていう。
やってたりとか奇跡の一枚やったりとか奇跡のね一枚やったねうちのは奇跡の向こう側まで行ってそう、ね、奇跡どころじゃないからマジ本当見て本当にあなるほどなって、うん、変身メイクがやっぱりうちは得意なんでやっぱ変身だからゲロ君が、うん、その誕生日の時ライブ配信してそうあの推しがかっこいいのは推しがかっこいいんじゃなくてメイクの力だって言ってたけどいやそのメイクの土台の前に俺がゲロ君縮めてでその日のうちに M ズ行ってメイクしてで配信の時にカメラ壊れるっていうのやったでそれで、うん、だから行ってこいと言ってたじゃん、うん、言ってた言ってたいや本当にありがたかったですもんあの時ねコーナーの時は本当ゲロ君優しいよね優しいだ我々みたいな、まあ、小汚いおっさんとかでも、うん、あのちょっとやるとどう変わるかっていうのは想像はできても実際できないじゃない、うん、だそれをあのまあね本当ね少しでも人から清潔感持って見られたいとか、うん、ちょっとでもこう落としたい人がいるとかね格好つける場面に行くよっていう時は、うん、あのね女性がやるものだけじゃないから、うん、もうメイク、うんうんうん、俺もいつも眉毛これ描いてるから確かに、ね、そういや特にしかも男の人の方が一回来る来て、うん、かっこいいを経験してしまうと、うん、あのねハマっちゃうリピート率がすごく高くってやっぱ本当一回やってみてほしいなって一般の方も今まではタレントさんとかアーティストさんしかメイクさんってね使わなかったけど、うん、私の中ではなんか一般の方でもやっぱ専属のメイクさんがいてもいいんじゃないかなと思うし、うん、やっぱりその、うん、やっぱ綺麗になったりかっこよくなるって本当にワクワクするしその日がちょっと落ち込んでてもすごい特別な日になるから一回ちょっと試してほしいなってかっこいいそのセリフ本当にやだ松本ったらもう意外と言うのよ言うな仕事の時言うよ本当にスイッチ入ってるよ違う顔するよ本当にもっと出しなよ M's でそういういやいやねまあこういうとこで出せたらいいのよあのお姉の方とかいるじゃないですかメイクあなんか対談今後できたら対談しなしな、ね、めっちゃおもろいからそういろいろあってもいいなとでマーケティングっていうのが今世の中にこう、うん、この色が、ね、出てないから新色みたいな感じでバンって出しても、うんうんうん、日本人の肌の色に絶対合わねえとかあるわけよあるねでもぶった切れるじゃんぶった切るねこういうのはちげえだろって言えるじゃん、うん、でもかなりディスったことも多分絶対本当は言えるタイプなんでそういうのやってます、まあ、うちでねその、まあ、とりあえず骨格やって顔の形変わりましたとかって言ったら、うん次はね本当にやっぱキラキラした自分ってね俺が作るのは、うん、その背中を押したら次本当表面からやってくれるからそれでまた内面に届けることができるんでメイクってそういう力ありますからまたやっぱりかっこよくなったり可愛くなると痩せたいなとか、はいはいはい、そうそうさらにより一層ね気合入るから、ね、可能性見えるからねそうそうそうしたらねまたここに来てでも本当ねいろんなジャンルの人やってるでしょ、うん、だからいろんなジャンルの人が紹介でうち来て、うん、本当前日とかにやってとかさ、うん肌荒れ直してとかさ、わっこれちょっと何やだと思ってんのみたいな、うんうんうんま、直すんだけどで、そのちょまた別の歌い手さんとか、うんうん、ミジャケじゃない、また別のジャンルの人たちとか来ててで、その人の紹介の先の人、うん、さらに、はい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 、でもすっごい本当にもうクソみたいに真面目なこう女性の方が来て、うん、下ネタは現金でお願いします一つも言ってない言わなくても先生できるできますだからあの本当は下ネタとか、うん、フレンドリーにフランクにこうばらまくタイプなんだけど、うん、あの今回はそういうのやったらもうめっちゃ怒られたらって私にしなくていいよだってこれ抱けるボディになったかなってないかを確認したがるじゃないいやそれは確認していいけどそうそう別にいちいちよしよししなくていいよああほら捕まえたとか、うん、私反応しないじゃんゼロじゃん違うんだよな、うん、ゼロでしょ私女の子って、うん抱きしめられなきゃいけないんだよいや抱きしめていいけどよしよしって言わなくちゃ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 ジョホール出すんだってスイッチでいやいらないいやだから気づいてないけど出てんだよだ最近綺麗になったねって言われない言われるなよだから俺だってあれ俺が後ろから抱いてから違うそれは違うこうやってねこう後ろからガッて行った時に、うん、ほら捕まえたっつって剥がれちゃって言ってる時に、うん、ジョホールがジョホいや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 私反応してないじゃんジョホールの出てる音聞こえてんのいやいや出てない絶対出てないし自覚はないんだけどじゃあじゃあ綺麗になったかなってないかどっちですかいや綺麗になってる私が出しました違う違う実際まあ本当に私の体型が、うん、本当に頑張らないでそうだ ね, ねそう維持できてんのはそうそうそう、ね、あのねおかげだからほぼ骨盤矯正だけで体型が整っちゃうタイプの人、ね、本当に骨格が整ってると太らない、うん、そうそんな感じだから、うん、まあそういう人もいるから金かければ痩せるってわけでもないから、うん、だから M 字メイクだってさベーシックなのは7000円じゃん、うん、
でも全然ガラッと変わっちゃうでしょ。そういうもんなんです。金じゃないで結果は出せる、ね、我々はそういう世界で生きてますから、うん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 、でもとんでもないことをやりたかったら本当この後の動画見て本当の別人ってこうなるんだっていう、うん、あこれはマジですごいっていうプロの技術をぜひ見てもらえたらそうあの動画では見てたけど、うんあそうヤフーニュースになるぐらいの動画見てたけどそうなのよこの距離で見るとマジですごいね本当にすごいありがたいだからホントハロウィン時期はやってほしいと思う、ねそうね、みんなやってほしいと思うそうやっぱこうみんな来た時にこんなになると思わなかったっう、うん、そうでしょやっぱり予想をはるかにそうはるかにっていうのがだから俺なんか今度やった場合、うん、今度秋ぐらいに今年の、うん、なんかの罰ゲームで1日あの格好、うんで施術してもらうそうねそれはあるよねみんな喜ぶもん全員が嬉しいみんな面白いでしょ、うん、全員が嬉しい受けてもいいし、うん、キャーでもいいし、うんうん、ぜひそれやってもらいたいそうです、ね、誰か一人ちょっとあれでしょう、まあ、そんな感じです、うん、挑戦するヘアメイクサロンってことですかねそうですそうですもう本当に、心から代わりに来てください皆さんぶっちゃけ値段に驚いたねおおちょっとだから1回だってね1万以下のもんだと思ってないから、うん、普通に頼むとそうだね髪切ったってさ6000取られるじゃ ん、でカラー入れたってねあれになるけどすごいよ本当になんか結構本当に1回来てくださった方は本当にリピート率が本当に高くってうもう1回また来ますっ て、 ってでさ毎月なんかイベントある人って一般人いないじゃ んそのなんかなんかのタイミング で1回マジで恥ずかしがらないで1回行った方がいいよ本当なんかコンプレックスの相談した方がいいそうそうあとは本当に友達と遊びに行く時とか、うん、本当デートの時とか例えば同窓会だったりとかどんな時でも、その日がヘアメイクすることによって特別になるっていう特別な私見せてあげるってそう自分特別にするみたいな感じでそうそう自信が出るとね、うん、またちょっと内側から可愛くなってくるからねうんうんうん、うん、ぜひぜひいらしてくださいここにここ置いてますかブランドにこんな風にチラシがありますもうこれ動画がさ出る前にさ荻窪店にチラシ持ってきてよそうだねもう郵送して送るね、うん、お願いします今度は酒飲みライブ配信とかしますあぜひぜひちょっといろいろぶっちゃけもっと話したいじゃあ、ね、前マテンロープのヨウ君来てたからうんまあまあそんな感じでしましょう、ねまあ、やりながら、ね、まだ乗ってっからねまだ向こうで撮影会してんもいやいや今ねモレーショット撮ってるんで向こうは向こうで俺写真を撮ってる最高だねこれ、はい、感動のカーテンじゃないぐらいカーテンがすげえ綺麗でしょやりようでしょすげえなこれうちのカーテンですかっていうまあちょっとお楽しみってことね配信するライブ配信、うん、しよう飲みながらでしょえいい全然喋ろう喋ろうもう好きなわけ言っていいから本当もうすぐ熱く語るわメイクのことああ面白くなるよねいいよね面白いいね本当はさ猫かぶってるけど自分のチャンネルで言うからね言うけどねバシバシ言うからそう外ではいくらでもつだからそれで行くのそのなんつうのこの普段は絶対こう、うん、して自分のチャンネルでとか、まあ、テレビとかでは会社を背負ってるの私は、うん、いや俺だって言わんと背負ってこれだよ、うん、出し切っちゃうねもっとでも背負ってるものが重すぎる母だもんねそうそうそう母もあったもんねそうだしスタッフもそうなのよだから社員だからうちはいやうちだって株式しようかってなってるあそうなのするのということで、まあ、あのこの後のね動画ぜひ見てくださいということで、はい、どのぐらいスイッチ入っちゃったかということでね、はい、あその M さんの方のチャンネルでねぜひぜひメイク動画こうなるのがどうなんのってマジで見て、はい、で一般人でもそのぐらい変えられちゃうっていうベースがイケメンじゃなくても変えられるっていう、うんうんぜひね見てあの感動してください、はい、ということですそれではご視聴ありがとうございました出てきたチップしちゃった松本さんできたでしょいいよ何点500点ぐらいやべえなレートやばいですねちょっと行ってみよう走ってみよう確かに原型ないっすね。ないよ。原型ないっすね。